おはよう。おはよう。なんかキャップ野球とかやってたよ、明治。やってた、楽しかった。久しぶりやね。あれ、なんかニュース取り上げてくれた。あ、そうなんだ。めっちゃいいよ。最近時代来てるよ。今日は練習なんだね。副キャプテンの人引っ張ってください。副キャプテンか。副キャプテン。完全に忘れてたね。まぶそうやな。目開けて、目開けて。オッケーオッケー、よろしく頼むね。はい、行こう。はい、行こう。ありがとうございます。ココモと、あ、セラちゃん、はい、今日は練習会ということで、はい、多分セラちゃん初かな、練習会は。練習会初で、向こう図女子の。はい、あのマジで厳しいからな、ココモ。いや、怖い。はい、あの立てなくなります。本当。で、ちなみにその後にあの紅白戦あるから。その後に紅白戦。はい。でもね、あの余力残したりするのはちょっとダメやんな。そうです、全力でやって、はい、試合も全力でやる。そういうことです。わかりました。一緒に頑張りましょう。はい、はい、お願いします。よっしゃ。ありがとうございます。おはようございます。かっこいいユニフォーム着てんね。なんかこれいただきました。でこの間向こうと、はい、大阪を共にしたゆっこちゃん、共にしました。バッファローズ。はい、ユニフォームくれた。えっと、あの視聴者の方ね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう早速それを着て練習するということで、はい、今日ね、あの紅白戦もあるんで、はい、男女混合でセカンドちょっと任せるんで、今日もノエラで頑張ります。頼むで。はい、よろしくお願いします。最後、ありがとうございます。おはようございます。キャプテンゴッチン、はい、先日お疲れ様でした。先日の試合。あ、お疲れ様でした。これはノーヒットだったんだよ。やばい。ちょっとバッティング課題じゃない。課題ですね。今日はじゃあ守備と打撃と、はい、頑張っていきましょう。はい、桜子もよろしくね。お願いします。今日最初紅白戦ベンチスタートやけど全然 OK です。一日よろしく頼むわ。はい、頑張って打ちます。めっちゃ汚れてるよ、大丈夫。何これ。これ BCA です。絶対嘘でしょ、これ化石化してる。絶対嘘でしょ。化石やろ、これ。化石は何もの化石化してるの。絶対嘘でしょ。怖い怖い怖い。あ、これちょっと飲むの忘れちゃって。桜子筋トレ女子なんで。ちょっと詳しくはスポーツマンさん。BCA のそう、ちょっと遅刻じゃない、ちょっと。ええ、おはようございます。社長出勤。はいはい、ちょっと社長、おはようございます。おはようございます。いいね。でもいいよ、今日のコーデ何これ。ゆるゆるコーデ。ゆるゆるキャラ。よし、今日よろしく頼むぜ。はい、練習頑張るぜ。はい、試合後が。ありがとうございます。向こうず女子メンバーのスポーツマンです。いや、俺女子なんすか。女子メンバー俺。ツッコミがするぞ。ツッコミ磨かれてるわ。はい、あれちょっとおもろいよね。キュンで。えぐい。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか買った黄色。買いました、もう今日は黄色で目立つね。はい、黄色といえば石丸やろ。いやー、まだまだですよ。あいつどだけ出した石丸。いつも通りの。ちょっとどだけ出しちゃったんで。いつも通りの。あいつにちょっと一言お願いします。いやー、やっぱドタキャンは良くないです。ドタキャンはもう5日ぐらい前にね、言いましょうよ。あいつもう30歳やで。そうですよ。あ、今年ちょっともう、でもそれでもまあ許したのが向こうすということで。そうですね。はい、今日一日よろしくお願いします。お願いします。しゃあ、ありがとうございます。伊豆から来ました翔子ちゃんです。お久しぶりです。久しぶりやね、明けおめ。ついに解禁ということで。やばい、もう超楽しみ。やばいね、今日ちょっとこれ練習ゴリゴリやって、もう今日はもう筋肉痛で行こうか。動けるかな。そうそう、この終わった後のね。頼むよ。で、紅白戦あのちゃんとね、あのキャプテンに任命してるから。いや、マジマジ、いや本当に本当に本当に。よろしくね。よし。ゴロケチャーチ。ちょっと、おい、脇毛ないやん、なんで。スポーツなの、脇毛剃るんですよ。お久しぶりだわ、なんか。女子向こうでみんな生えたの。え、いやいや、それは、マジ。あ、ほんと。え、みんな、ジュリちゃん嘘だよな。ジュリちゃん、痛い。あれ、え、生えてる、ほんとに、そうな。信じたわ。信じたわ。スポーツマン、衝撃の人生やな、スポーツマン。スポーツマン、えぐいわ、これ。いや、スポーツマン、ちょっと行こうよ。スポーツマン、ちょっと注目の的やで。これ、腕で持ち上げるんじゃなくて、下半身。で、あの、脇見といて。脇は、こうやって。よいしょ。いや、脇ちゃん。違かった、予想してたのと。見た、見た。やばいでしょ、毎日。セラちゃんが。どうした、セラちゃんがない。ちょっと見たら、ちょっと生えた。そんな見るなよ。っしゃ、ノッカー翔子ちゃんということで、ちょっと高校野球の監督っぽいけど。頑張って取れよ。さすが、最年長、最年長違うね。じゃあ、こっち、じゃあ、よし、よし、元気出していくぞ、いく、よし。ノック、元気出していきましょう。しゃあ、さあ、みんなじゃあ、内野で行こう、内野で。セラちゃん、サードできんの。私、ソフトボールでちょっとサードかじりました。マジ？まあ全員いろんなポジションできた方がいいからね。
ただーす。でかーす。ただーす。でかーす。オーケー。オーケー。練習してた。練習してた。練習。あ、やばい。うわ、手動してた。ナイスカバー。それは危ない。ナイスカバー。はい、徐々に行きましょう。はい。はい。はい。取り上げ取り。ナイスカバー。ナイスカバー。ブランミ、ブランミさばくね。声の出し方わかんないんですよね。おお、見せろね、見せろね、見せ方知ってんね。はい、オッケー。はい、ショワ、おい、いい、無難にいくね。いい、こういう感じで。ごめん。
ストラスト、よし、ここも行けたよ。来た、お完璧。はい、オッケー。よし、じゃあノッカーありました。ありました。ありました。ノッカーありました。よし、水分補給しよう。水分補給しよう。出た。これが横浜のわがまま。爆弾ですね。わお。えぐい。マジですか？
さすがにね。勝負じゃん、こっちじゃない。ちょっと行きます。ここで投げてたらやばいでしょ。今の位置で投げたらもうやばいでしょ。はい、まだいい。あ、ごめん。全然いいよ、全然いいよ、全然いいよ。じゃあカメラ止めといて。いいよ、ルコン。あ、あるある。あ、本当ですか。ありがとう。はい、